マンチュのロック、ハイサイクスよ、マンチュのロック、ミフテンルーツ、マンチュのロック、マンチュリチュンド、マンチュのロック、オーバーディアソー、サムワンスカレー、マヤが回る。ハイタイ、新キャスターの永峰かなです。ウマンチュ広場は5月から装いを新たに、これまでと同様、県の取り組みを分かりやすくお伝えしていきます。それでは今日のテーマはこちら、正規雇用で企業と労働者のウィンウィンを実現。事業主の皆さん、そして日頃お仕事をされている皆さん必見です。まずはこちらをご覧ください。県内企業の従業員数のうち、正規雇用、いわゆる正社員として働く人の割合は全国に比べて低く、特に15歳から34歳の若い世代においてはその差がさらに大きくなっています。沖縄県の経済は景気が良くなり働く場が増える一方で、企業にとっては正規雇用を増やすなど雇用の質を改善することが課題になっているんです。また沖縄県内は契約社員、パート、アルバイトといった非正規雇用で働く人の割合が高いのも大きな特徴で、この非正規雇用における企業が抱える課題として、人材が育たない、人材確保が難しい、採用教育コストが増えてしまうなどが挙げられます。働き手にとっても不安定な雇用に加え、賃金の低さ、キャリアアップの機会不足など多くの不安があります。こうした雇用の質の改善に向けて、現在県では正規雇用化サポート事業を実施しています。経営に関する各分野の専門家チームを企業に派遣し、経営課題の解決方法などを一緒に考えていきます。その中で人材確保にかかる資金づくりのアドバイスや助成金制度の案内などのサポートもしてくれるんです。他にも県内外で行う研修費用の一部を県が負担する補助もあるので、企業にとっては多くのメリットがありますよね。さあ、こちらは西原町にあるデイサービス孫の手です。施設を運営する合同会社リュウでは、今回の事業を活用して3名の非正規社員を正社員に転換しました。働いてる人たちにとっていい会社を作りたいという思いがあって、どういうふうに良くしていったらいいだろうかと悩んでる時に、この事業を紹介を受けたのがきっかけです。就業規則でしたり、あの基盤の整備というのができて、正社員として働いてもらうことの安心感とか、そういう意味でお互い良かったと思います。あの正規雇用化を進めることで、一生懸命頑張ってくださっている従業員の方が、あの意欲的に長く安心して働ける事業づくりというのは、双方にとってもいいことだと思っています。安心して働ける職場づくりが貴重な人材の確保につながっているんですね。また働く側にとっても将来への不安も解消されて、モチベーションアップにつながっていきますよね。正規雇用を増やす取り組みについては、今日ご紹介した事業のほかに国や県の助成金や支援事業もありますので、事業者の皆さん、まずは気軽にグッジョブ相談ステーションまでお問い合わせください。続いて県からのお知らせです。県では平成30年度沖縄県警察官採用試験を7月7日土曜日と8日日曜日に実施します。詳しくはご覧のところまで。5月6日日曜日から12日土曜日までは看護週間です。期間中は県内各地で様々な行事が行われます。詳しくはご覧のところまで。県では健康づくりを積極的に実施している事業所や地域団体などの優良な取り組みを募集し、知事表彰をしています。詳しくはご覧のところまで。はしかが流行しています。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひここチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デイビル。